日本東京都足立区小台小台を走る都道449号、新荒川堤防線小台は東京都足立区の地名。現行行政地名は小台1丁目及び小台2丁目。住居表示実施済み。郵便番号は120-0046。足立区西部に位置する。北で第一級河川荒川を挟んで対岸に扇、東で千住桜木。 南で隅田川を挟んで対岸に荒川区東小区及び荒川区西小区西で宮城と接する北を荒川南を隅田川に挟まれた東西に細長い町域を形成している町域自体は広大ではないが足立区でも最大規模の工場集積地帯である日暮里・舎人ライナーの足立大駅が町域内に設置された 高規格堤防事業により高台化された。お台では、大正時代に荒川放水路掘削事業で隣接する宮城と同じように、町域の一部を放水路の稼働とするために住民の立ち退きが行われた。飛び地として存在していた、正寺大門の区域はそのほとんどが荒川河川敷内になった。足立区が成立した際に、大技小台は、 お台町とお台大門町とに分割された。お台大門町は、現在の江北2丁目、宮城2丁目の一部に相当する。現在のお台はこの時に誕生した旧お台町と、後に、元木町6丁目から編入された区域によって、主に成り立っている。旧お台大門町には、弥生式後期の土器が発掘されており、かなり古くから人が住んでいたと考えられている。 尾代二丁目にある、更新島に記載されている年代としては、南北朝時代のものがあるほか、市名院に残されている、船形墓石も同じく南北朝時代のものであると確認が取れる。江戸期の商法年間には、尾代が村として独立していたことが確認されている。尾代の地名がいつ頃より用いられていたかは、定かでないが、律領国である武蔵国に足達軍の成立間もない。 頃から小さい大地という意味で、お台と呼ばれ始めた模様である。荒川もこの大地を避けて流れていたことが推測され、自然堤防の一部であったと思われる。さらに、大地は畑として利用されていることが多かったことや、荒川放水路の掘作前は、現在のお台の長域はほとんど畑であったことを考えると、小さい大地という由来には納得感がある。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。 都電荒川線のお台電停は、荒川区西尾部に存在し、地内からお台橋を経由して利用が可能である。もともと、お台橋が架けられる以前に存在していた、お台の私にちなんだ、お台渡しという名称であったが、後に、お台に改名されている。ちなみに、駅名と所在地が異なり、かつ川で隔てられているという意味で、類似の例としては、東武伊勢崎線の堀切駅や、小田急、 JR 線の厚木駅がある。ありがとうございます。